こんにちは、ひかりです。今回ご紹介する作品は森のレストランという日比谷公園をモデルに描いた油絵の作品です。東京の公園を舞台に四季の移ろいを描く連作油絵シリーズ東京遊覧四季だより全48作の中の一作品でして、こちらのシリーズは第1弾から第4弾まで各12作品で構成されています。東京オリンピック開催決定をきっかけに2014年から約6年にわたり描き続けてきたカレンダーの原画としても展開しているシリーズです。日比谷公園に入り奥の方へ進みますと、まるでパリのカフェのような洋館が佇んでいます。初めて訪れた方は大抵驚かれるかと思いますが、こちらの洋館は明治36年日比谷公園の開園とともにこの地で創業した松本楼という老舗の洋食屋さんで、当時から現在も開店前から行列ができる人気店です。当時としては大変珍しく、おしゃれな洋風のお店として人気を博し、松本楼でカレーを食べてコーヒーを飲むというのが大流行したそうです。また当時活躍していた若き芸術家たちの憩いの場所ともなり、夏目漱石や高村光太郎、松本清張などもそのうちの一人で、彼らの生み出した作品の舞台としても登場しています。実はこの松本楼ですが、2度の焼失に遭い、現在の建物が3代目となります。1度目は関東大震災で焼失、2度目は日露戦争の際に発生した暴動事件で火炎瓶の直撃を受けて焼失しています。その後全国から復興の支援を受け、現在の3代目松本楼として復活を果たしました。その時の記念行事をきっかけに、松本楼のハイカラビーフカレーを10円で振る舞うというイベントが根付き、現在も毎年この日には大勢の来客が押し寄せ、ニュースでもたびたび取り上げられ、10円カレーは今や秋の代名詞ともなっています。こういった風景の中に大きく細やかな建造物を描くのは初めてのことでしたので、東京シリーズの中でも特に時間のかかった作品でもあり、向き合った時間も長い分思い入れの強い作品となりました。そしてこの松本楼の前にはやはり松本楼のように堂々としたイチョウの木がそびえ立ち、樹齢は推定400年以上とされ、春夏秋冬と1年間色彩的にも人々を楽しませてくれています。
構図としましては、私の作品には珍しく主役となるものが画面の中央に入っています。中央にそびえる松本楼が主人公なので、そちらに目線が集中するよう手前の小道は緑を少し多く入れ、松本楼が緑の奥にどっしりと佇む情景を強調しています。葉っぱや手前の緑も細かい描写をせずに塊で捉え、もやっと表現することで建造物をより強調するような効果を与え、松本楼の立方体に近い形を生かすため、手前には弧を描いた小道が入っています。手前に小道があり、その次にイチョウの大木があり、その向こうに松本楼があるという、この手前から奥へという3段階の深みのある構図は、松本楼を初めて公園の奥に見つけた時の感動がいつでも楽しめる作品となっています。また木漏れ日が松本楼の奥にちらちらと落ち、そちらがアクセントにもなっています。イチョウといえば本来は紅葉シーズンの黄色く色づいた風景を連想する方が多いかと思いますが、私はあえて緑の清々しい空気をまとった夏の時期を選びました。次回も引き続き連作の東京シリーズをご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。